皇太子ご夫妻が滋賀県で児童発達支援センターを視察されました。皇太子ご夫妻は滋賀県長浜市で明日開かれる全国緑の愛護の集いの式典に出席するため米原駅に到着されました。午後には脳や体に障害がある子どもたちなどが通う施設を訪れ、電動車椅子を使ってリハビリする様子を視察されました。雅子さまは職員が手作りした車椅子に目線が同じでいいですねと話し、子どもたちや母親とコミュニケーションを取られました。